英仏間の海域の衛星写真。NASA 撮影。英仏大陸法事件とは、英仏海峡、ドーバー海峡、大西洋におけるイギリスとフランスとの間の大陸法の境界線をめぐり争われた国際紛争である。両国は1975年7月10日、仲裁契約を締結して国際仲裁裁判所を設立し、1977年6月30日に、 中裁裁判所は問題の海域における大陸法の境界確定を行った。この境界確定は、まず両国の本土に中間線を引き、両国間に点在する島々を考慮して中間線に修正を加えたものであった。大陸法の境界確定について、1958年に採択された大陸法条約第6条では以下のように規定された。 1. 向かい合っている海岸を有する2以上の国の領域に同一の大陸法が隣接している場合には、それらの国の間における大陸法の境界は、それらの国の間の合意によって決定する。合意がないときは、特別の事情により他の境界線が正当と認められない限り、その境界はいずれの点を取ってもそれらの国の了解の幅を、 測定するための基線上の最も近い点から等しい距離にある中間線とする。に、隣接している二国の領域に、同一の大陸法が隣接している場合には、その大陸法の境界は、それらの国の間の合意によって決定する。合意がないときは、特別の事情により他の境界線が正当と、認められない限り、その境界は、 それらの国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点から等しい距離にあるという原則を適用して決定する。3. 大陸法の境界を確定するにあたり、1及び2に定める原則に従って引く線は特定の日に存在する海図及び地形に照らして定めなければならず、また陸上の固定した高級的な標点との関連を明らかにしたものでなければならない。 大陸法条約第6条イギリスは1964年5月11日に、フランスは1965年6月14日に大陸法条約を批准したが、フランスは同条約の批准に際して、上記第6条に規定されるいわゆる等距離原則は、ビスケーワンなどの海域には適用されないと留保を行っていた。以下に、フランスの留保を引用する。批准書の帰にあたって、 フランス共和国政府は以下のことを宣言する。第1条、第6条特別の事情が存在しない場合であっても以下の場合においてはフランス共和国政府は等距離原則の適用によって決定され、同国に対し主張される大陸法のいかなる境界線も受諾しない。その境界線が1958年4月28日以後に設定された規制により算出された。 境界線の場合、その境界線が200メートルの等身線を越えている場合、その境界線がフランス政府の見解では条約第6条第1項及び第2項でいうところの特別な事情が存在する区域、つまりビスケー湾、グランビリ湾、そしてドーバー海峡や北海のフランス沿岸に面した海域にある場合、 大陸法条約に対するフランス留保宣言より一部抜粋して翻訳このフランスの宣言に対しイギリスは異議を申し立てたのである。1970年に両国は境界確定問題を解決すべく外交交渉を開始したが、この交渉では成形30度より西の海域については合意することができなかった。そこで両国はパリで首脳会談を行い、 1975年7月10日に、この境界確定問題を、仲裁裁判に付託することを定めた、合意文書に署名した。1969年の北海大陸法事件、国際司法裁判所判決では、上記大陸法条約第6条に規定された、等距離原則の規則は、大陸法の境界確定に適用される、唯一の原則ではなく、 同条約を批准していない国々にも適用される、慣習国際法とはなっていない旨を判事し、大陸法の境界確定は公平原則に、従い領土の自然の延長となる部分を各国に、できるだけ多く割り当てる仕方で、合意によって行われるべきとされた。この北海大陸法事件の後の1973年から、行われた第3次、国連海洋法会議では、 大陸法の境界確定は東距離、中間線によってなされるべきと主張する、東距離原則派の国々と、東距離、中間線のみによって、境界確定を行うと、海岸の地形によっては、不公平な結果が生じうるため境界確定は、公平原則によって行うべきとする、公平原則派の国々とが激しく対立した。1983年に終了した第三次。 国連海洋法会議で採択された国連海洋法条約第83条第1項では結局東京理原則にも公平原則にも言及しない形のものとなったが英仏大陸法事件はこの第3次国連海洋法会議が行われているさなかに争われたものである。イギリスフランス間の合意によって仲裁裁判所に問われた不託事項は以下の通り 国日四五線成形三十分より西側で千メートル等新線までの連合王国及びチャンネル諸島とフランス共和国とのおののに属する大陸法部分の間の境界線は何か英仏二区合意第二条第一項第二分1977年10月17日イギリスはチャンネル諸島の十二海里漁業海域の境界に関する仲裁判決の解釈と範囲について 申し立てを行った。その結果、1977年6月30日の仲裁判決に示されたチャンネル諸島周辺の12回林漁業水域における境界線は仲裁判決に示された原則と違うものであったことが認められ、1978年3月14日に仲裁裁判所は漁業水域の境界線を修正する判決を下した。 その後1983年にイギリス・フランス間で協定が締結され、問題の海域における境界確定問題は解決した。すでに述べたようにこの英仏大陸法事件、仲裁判決は大陸法の境界確定に関する判例としては1969年の北海大陸法事件国際司法裁判所判決に続く判例であり、実際に仲裁裁判所は判決の中で、 北海大陸法事件で示された判断を、先例として参照している。この英仏大陸法事件の後も、1982年の、チュニジア・リビア大陸法事件 ICJ 判決、1985年の、リビア・マルタ大陸法事件 ICJ 判決、1985年の、ギニア・ギニア・ビザウ海域協会確定事件、仲裁判決、1999年の、 エリトリアイエメン間の仲裁判決と海域の境界確定に関する判例は積み重ねられていく。これらの判例から大陸法の境界確定に関しての確定的な原則を導き出すことは難しいが、これらの判例において判断材料とされているのは、例えば本県で問題となった軽争海域における島の存在、海岸の長さ、陸地の境界線からの継続、 といった地理的要因が重視される傾向にある。等距離原則は境界確定のための義務的な方法とはされて来なかったが、この英仏大陸法事件のように境界確定の過程で暫定的に等距離、中間線が用いられ、他の事情を考慮に入れてその中間線を修正したものが境界線として設定される場合が多い。 1973年から行われた第三次国連海洋法会議では大陸法の境界確定は東距離中間線によってなされるべきと主張する東距離原則派の国々と東距離中間線のみによって境界確定を行うと海岸の地形によっては不公平な結果が生じうるため境界確定は公平原則によって行うべきとする 公平原則派の国々との間で対立があり、等距離原則と公平原則双方に中立的に言及した条文案も両陣営から反対された結果、1982年に採択された国連海洋法条約第83条第1項は、最終的に大陸法の境界確定の原則が、等距離原則なのか公平原則なのか明示しない、 形の条文とせざるを得なかったが、この点に関してこの英仏大陸法事件、仲裁判決では、問題の海域の大陸法境界確定のためには、等距離原則と公平原則が、不可分の原則と判断されたのである。ありがとうございます。